こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一望趣味を粉砕すです。これは一括大地振動し一望趣味を粉砕すの下の句で、一括すれば大地は震え上がり、一望を食らわせれば大宇宙をも撃破し粉々にしてしまうということです。一望は臨在の勝に対する徳山の棒で、臨在義元徳山戦艦を称賛する句です。言い得るも三十棒、言い得ざるも三十棒で、全身全霊無心の全体作用で叩きのめすことです。趣味は趣味線の略で、古代インドの宇宙説で宇宙の中心にあるならです。それでは今から一望趣味を粉砕すを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。